1554年にオスマン帝国のセディアリレースが記録したインド洋地図実際のアラビア海オスマン帝国のインド洋遠征では16世紀にオスマン帝国がインド洋方面で行った水陸での軍事行動について述べる。トルコでは単にインド洋戦役とも呼ばれる。スレーマン一世地下の1538年から1553年にかけて 4度の遠征が実施された。16世紀のインド洋における、オスマン艦隊3つの第三角歩とオールを持つオスマン、海軍のジーベック・バスコダガマのインド航路開拓以降、ポルトガルは16世紀前半のインド洋において一大勢力を築き、1510年に獲得したゴアを拠点として、アラビア半島やインドの沿岸諸都市を脅かした。オスマン帝国は、 セリム一世の時代にリダニアの戦いでマムルーク朝を滅ぼしエジプトを獲得した。さらにセリム一世がエジプトに到達してわずか数週間のうちに PD レイスがヒジャーズやティハーマといったアラビア半島の居住可能地域のほとんどを制圧しセリム一世に献じた。これによりオスマン帝国は後悔をも支配下に収めた。 PD レースはこの時の知見を含めて1513年に世界地図を作成したが、現在大西洋側の地図左半分が PD レースの地図としてトップカップ宮殿に現存しているのに対して、インド洋やオスマン帝国の大部分を描いたはずの右半分は失われてしまった。これはセリム一世がより東方への遠征をもくみ、その戦略立案のため持ち去ってしまったためであると、 言われている。同時期に、インド洋への進出を達成したポルトガルと、オスマン帝国は、ここでの覇権をめぐり激しく争うようになった。セリム2世は、ゴアのポルトガル植民地を潰すために、グジャラートするターンアサのムザッファル2世と手を組もうと、したが、ことがなる前の1520年に死去した。1517年に、ジッタに侵攻したポルトガル艦隊を迎撃する。 セルマン・レイイス帰化のオスマン軍跡を継いだ。スレーマン・一世は1525年に元海賊のサルマン・レイイスを後海の召喚隊の提督に任じた。彼の任務はオスマン帝国領の沿岸諸都市をポルトガルの攻撃から防衛することだった。1534年、スレーマン・一世はサファビー町からイラクの大部分を奪い、1538年には ペルシア湾に通じるバスラまで領土を広げた。しかしこの時すでに、ポルトガルはアラビア半島沿岸都市のほとんどを属国化しており、オスマン帝国とポルトガルの衝突は、不可避となった。両国の対立が深まったのには、東洋からヨーロッパに至る、高新領貿易が15世紀までは、航海とエジプトを経由していたものを、ポルトガルがアフリカ大陸周回航路を開拓したことで、 オスマン帝国の利益が奪われたことも理由として挙げられる。オスマン帝国は地中海に強大なガレー戦艦隊を有していたが、これを航海に移動させることはできないので、スエズで一から艦隊を建設し、インド艦隊と名付けた。その艦隊の戦略目標は、まず何よりもインド侵略であった。ムザフファルシャー二世の後を継いだ、グジャラートスルタン長のバハードルシャーは、 オスマン帝国に対ポルトガル作戦の再検討を求めた。これを受けて、スレーマン一世は、ハディム・スレーマンパシャを、インド艦隊の提督に任じた。この時、ハディム・スレーマンパシャが指揮した艦隊の規模は、ガレー戦90隻ほどである。1538年、ハディム・スレーマンパシャは、航海からアラビア海を通って、インドへ向かったが、その途上で、 バハードルシャーがポルトガルにより暗殺され、後継者がポルトガルと同盟を結んでしまったことを知った。オスマン艦隊はディーユ島を包囲したが失敗、撤退を余儀なくされたものの、その帰路でアデンを含むイエメンの大部分を征服した。この行により、スレーマン一世は、遠征からスエズ経由で帰還したハディムスレーマンパシャを大宰相に任じた。 ホルムズに着岸するポルトガル船1552年の PD レイースの航路第1次遠征の後、アデンを奪い、ジッタを襲ったポルトガルは、航海のダッシュを目論んでいた。オスマン帝国は、航海とイエメンでの影響力を回復するため、PD レイースをインド艦隊の提督に任じた。彼は1548年にアデンを再征服し、航海から、 ポルトガル勢力を駆逐した。1552年、P.D. レイースは30隻の艦隊を率いて、スエズを発し、ペルシア湾を目指した。途中でマスカットを征服して、オマーンをオスマン帝国の勢力圏に組み入れ、ホルムズ海峡の要少ホルムズ島を包囲した。しかし、オスマン軍は市外までは占領したものの、ポルトガル軍が立てこもる砦を攻略することができなかった。 その後、ピーリー・レイイースは、カタール半島とバーレーン島を占領した。ここで彼は、ポルトガル艦隊接近の法を受け、艦隊の大部分を湾の奥のバスラに収容し、自らは、自身が所有する二隻のガレー船と共に、すえずえ引き返した。この行動を戦線放棄と見なした、スレーマン一世は、1553年に、p ー,ーレイイイースをイ路で処刑させた。 カティーフの三尺米から新たにインド艦隊帝督に任じられた大村とレイイスの任務はインド艦隊をバスラからスエズに連れ戻すことだった。ペルシア湾を出ようとしたところで村とレイイスらはドムティエゴでノローニャ率いるポルトガルの大艦隊に遭遇した。ここで発生した戦闘はインド洋上における両国間の最大の海戦となり村とレイイスはノローニャのノル 敵機関を大砲で沈め勝利したものの、突如風向きが変わり、バスラへ引き返さざるを得なくなった。ポルトガル艦隊と戦うセーディアリレインス艦隊村と、レインスの失敗を受け、同年のうちに、セーディアリレインスが後任についた。彼は、バスラで放棄されたも、同然の状態のが冷戦を修理した後に出港し、 ホルムズ海峡からオマーンへ抜ける過程で、ポルトガル艦隊と二度遭遇戦を行い、さらに地元の住民から、ゾウ嵐と呼ばれる強烈なサイクロンにも襲われた。オマーン湾の海戦で、ポルトガル艦隊に惨敗を起死したイディアリ・レインスは、命からがら、グジャラートまで逃げたが、その戦団はわずか6隻にまで減ってしまった。彼らは、インド艦隊の15年来の目的地であったインドに、 たどり着いたとはいえ、もはや感染は使い物にならなくなっていたため、せデでありレイスは50人の生存者と共に、陸路でイスタンブルへ帰ることにした。途中で彼らは、デリーに立ち寄り、ムガル帝国を再興したばかりのフマユーンと、その子で12歳のアクバルに越見している。オスマン帝国とサファビー朝が戦争中だったため、インドからトルコへの帰還は極めて困難と思われたが、 1555年にアマスイアの講和が成立し停戦したことで、ようやくセーディアリレイスらは帰還を果たすことができた。彼は国々の鏡という旅行記を表し、1557年にスレーマン一世に献じた。これはトルコ文学における最も古い旅行記の一つとされている。インド洋におけるポルトガル派遣の打破と、 インドのムスリム国家の支援を目的とした遠征は大きな成果を上げられなかった。しかし、インド洋沿岸のムスリム諸国に対して、ポルトガルよりも豊かではるかに強力なオスマン帝国の存在を印象付けたことで、インド洋での活動は容易になった。一方、イエメンや公海西岸でのオスマン帝国の領土拡張は大成功を収めたと言える。 ハディムスレーマンパシャの副官オズデミルパシャは1557年にミドリバリに侵攻しバブエルマンデブ海峡とその両岸を征服した。この時期を通じて東アフリカにはマッサワ、ハベシュ、サワキンの3州が置かれた。アラビア半島周辺の港もオスマン帝国の領域内に収まった。1569年のクルトール・フズル・レインスによる ものをはじめとするアチェンセイもインド洋遠征の一部とされることがあるが、この遠征はアチェ王国への軍備援助や技術支援が目的であり、公式にポルトガルと戦闘するための軍事遠征ではなかった。スレーマン1世からムラト3世までの3代にわたり、大宰相を務めたソコルルメフメトパシャは、スエズ運河の改作を計画していた。それは、地中海で葉を唱えていた。 大艦隊をインド洋にも融通し、より自由な海洋戦略を実現するためだった。しかし16世紀の技術では、この工事は未だ困難なものであり、実際の運河開通は3世紀も後の1889年まで待たなければならなかった。ありがとうございます。